こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はこのスリックの三脚の雲台、スリックマスター3のフリーターン雲台についてお話をしていきます。スリックが創業したのは1956年というのが、これはスリックエレベーター三脚株式会社会社組織になった年ということで、その前に合資会社白石製作所という時があります。で、実際に三脚第1号を作ったのは創業者白石隆俊さんが1948年に、自分のそれまで使ってた、ライカとかローライとかいろいろカメラを持ってるというのが白石さんだったんですけども、自分が使ってるカメラを載せる信頼できる三脚がなかったから作ったというのが第1号のスリックということで、1948年に第1号を作りました。そして今日ご紹介するこのフリーターン雲台が出来上がるのが1961年ということですから、スリックの歴史、初期の頃はフリーターン雲台ではなかったんです。ですが、白石さんが自分用の三脚から仲間用の三脚、そして新聞記者のいろんな人の意見を作ってこのフリーターン雲台を開発して、そしてスリックを大きな三脚会社にしたというのがこのストーリーなんですけども、この雲台、フリーターン雲台ですね、前置き長くなっちゃいました。ハンドルを緩めると上下方向と左右方向が素早く動かせるというのが特徴の雲台で、今でも例えば東京ドーム、スポーツ新聞で野球の写真を撮ってる方ということになると、この三脚を使ってる確率が9割方あるというような三脚です。そしてこの特徴のフリーターン雲台なんですが、今日用意したのはこのレンズですね。今売ってないレンズですが、トキナーの100-300の F4 のズームレンズ、 ATX340 というレンズなんですけども、このレンズの場合は三脚座でカメラを固定しますね。で、カメラを固定する時のこの方式、カメラナットがダブルナット式、銀のネジを先に締め込んでいって、これが締まり終わったら黒い方をねじ込んでいくという方式なんですが、このカメラネジのところにスプリングが入っているから、こう回すだけでカメラのネジが奥に入っていくという、この構造も実はスリックの初期の特許だったりします。今しっかり固定できましたね。これで長望遠レンズの場合は三脚座を使いますから、ここで三脚座で横位置縦位置の変換ができるということなので、このハンドルの動きだけで上下方向、左右方向の追っかけができるということで、実際こう覗きながら左手は構図の決定、右手はシャッターチャンスを捉えるということで、非常に使いやすく超望遠レンズでの撮影に使うことができます。このフリーターン雲台の構造ですが、この通りハンドルを緩めるとこの黒い部分が緩まるので上下方向が動きます。それと同時に真ん中の銀色の部分が緩まるので、これが左右の回転軸を固定しているということで、上下左右が一度に動かせて締めると両方固定ができるというのが仕組みなんですが、フリーターン雲台のフリーターンってこの上下左右が一度に緩まる締まるという構造だけではないんです。これはフリーターン雲台の構造のごく一部の部分で、もう一つポイントがあります。実は今ご紹介した新聞記者さんが使っている長望遠レンズで上下左右一度に動かせて便利ですよというのはごく一部の使い方、実際の多くの方々は長望遠レンズばっかりではなくって、三脚座があるレンズばっかりではなくって、このように三脚座がないレンズでカメラレンズを使うということが多いわけです。そういった場合、この雲台、この雲台実はね、この上の部分が回転するようにできています。この横のつまみを緩めるとここがこうくるくる回るという構造なんですが、このレバーね、クイックシューではないんです。だからこのレバーを写真だけで見るとクイックシュー式になってるのかなみたいなイメージがあるんですけども、このレバーはこの上の回転をする意味だけでして、でこのレバーをごくわずか動かすとこの回転ができます。これね、緩めすぎるとカメラが乗っかった時に締めることができなくなりますから、緩めすぎないように注意が必要です。で、
まあ今こうやって横長にしましたけど、カメラを取り付けるのが横長だから今横長にしたわけで、こうしてこの状態で銀のネジを先に締めて、で締め終わった後で黒い方を締めるということをするとしっかり固定ができるというシステムですね。これでこの場合三脚座がないカメラレンズですから、縦位置横位置の切り替えどうするんだということになるんですが、このレバーの動きを合わせることで縦位置横位置あるいは傾きの修正ということができます。一般的なスリーウェイ雲台だとカメラの真後ろにハンドルが出ているというイメージがあると思うんですが、このフリーターン雲台の場合はカメラとハンドルの位置関係を変えることで構造を出すという構造なので、こうなるんですね。いいですか、レバーを緩めてカメラが回転するようになってにしておいて、ハンドルとカメラの位置関係を変えて縦位置、こういったスタイルです。これ角度を変えてご覧いただくとこういうことですね。緩めておいてこうです。でもちろん逆方向で縦位置もできます。こういった具合でレバーを緩めておく、このことで傾きがどちらでも変えられるし、あるいは三脚が傾いて立っている場合ですね、こうしたら分かりやすいかな、傾いて立っているようなケースがあるとします。今皆さんから見てこちら側が下がっている状態ということになろうかと思うんですが、これでカメラを真正面に向けると傾いている状態分かりますね。こうした時にレバーを緩めておいてハンドルを持って、カメラのレンズの方向はそのまままっすぐ前です。ハンドルだけを傾いている方向にだんだん持ってくるとこうして水平出しができるという構造なんです。傾いている方向に軸を持ってくるというイメージですね。ここの位置と180度反対側の位置でも水平が出るポイントがあります。水平を出した状態でレバーを緩めると水平のまま回転ができるというのがこのスリックのフリーターン雲台の特徴なんです。今日はこの3月の時期というと、昔はカメラショーの時期ですから、カメラショーの時によく説明をしてた、解説をデモンストレーションをしていたスリックのフリーターン雲台についてデモンストレーションいたしました。またこのスリックのフリーターン雲台ですね、実際に屋外で使ってみた動画なんていうのも撮ろうかと思っています。ぜひご期待ください。